ハノーバー再保険は、損害保険や生命保険などの再保険サービスを提供する多国籍企業。ドイツハノーファーに本拠を置き、世界約20カ国に拠点を持つ。日本法人は、ハノーバーリーサービス株式会社。フランクフルト証券取引所上場企業。1966年6月、オクタゲゼルシャフトフュアトランスポートウント、ラッカバーシュシェールンの社名にて、 母フ,フムで設立1970年にハノーファーにオフィスを移転1976年にハノーファーを冠した社名へと変更した当初は会場再保険事業でスタートしたがすぐに国際的な再保険事業へと拡大を開始し英米でのシェア拡大を目指し1979年ロンドンとロサンゼルスに拠点を開設1981年に 南アフリカ共和国のハランディアグループを買収しの地に併合した。1994年11月、フランクフルト証券取引所に株式を上場した。1996年にケルンを拠点とし、提携企業であったエーセントストールラッカバーシュシェールングス AG と組織改編を行い、同社の国際事業をハノーバーサイ保険へと統合の上、国内事業は E。 エスラッカバーシュシェールにエジーへと改変、統合し、ハノーバー再保険が、同社の株式の過半数を保有する形となった。また、同年、保険持ち株会社のタランクスが設立され、以後、同社が、ハノーバー再保険の株式の過半数を保有する、形態となっている。2013年、欧州会社となった。ハノーバー再保険の最大の市場は、北米であり、 全体の約3割を占める一方、ドイツ国内の事業は1割前後の割合となっている。1994年、米国における自然災害の頻発に対応し、世界最初のキャットボンドを発行。また1998年に生命再保険のキャットボンドを世界で最初に発行した。日本では2012年、全国共済農業共同組合連合会が、 日本全域における地震リスクを証券化するための再保険契約を締結した。日本法人、ハノーバーリーサービセス株式会社は2000年に設立され東京にオフィスを持つ。ありがとうございます。